はい、皆さんこんにちは、シスです。というわけでね、FF12 続きやっていきましょうか。前回はね、はぐれトマトですね、討伐しましたんで、新たな討伐が来てますね。テクスタ、あ、さっきのウルフか、受けとこうか。どうかこいつを倒してください。これからの私の人生がかかっています。一体何があったのか、ガスリ。じゃあ聞きに行きましょうか。いましたね、ガスリさん。バザーに店を持ってるんだが、伸び悩む現状を打開しようと新しい商品を買い付けたんだ。全財産を投資する勢いさ。これ失敗するフラグですね。で、それで、あー、さっきのモンスターか。それに襲われてるんだ。なるほど。なんで、そのモンスターを倒してくれっていう依頼ですね。テクスタ、討伐開始。西門って言ってたね。ちょっとまあ、ついでがあるときに行きましょうか。あとは、トマジから、北の方に何かがあるっていう噂を聞いたので、北に行くのもいいかもしれない。あ、これじゃない？謎の番が。お、ちゃんとクランレポート持ってるな。だったらそんなとこにいないで中には入れよ。これトマジのやつだよね。怪しすぎるだろう。なになになに、なんかお姉ちゃんとかが接待してくれるようなお店では。違う、なんかむさいぞこれ。なんだここは。あ、かわいいかわいいかわいい。なにこれ、うさぎさんだ。そしてなにここ。全然かわいい女の子がいるとこじゃない。でもかわいい子はいる。あ、クポだ。クポなの、モーグリなのこれ今回。超かわいいじゃん、耳とか生えて。新人さんクポ、じゃあモグが助言をするクポ。張り紙は時々チェックに行くといいクポ。ほうほうほう。クラン、クラン、トマジの紹介できたのね。ここの場所を知らないふりしてたでしょ。クラン本部を見つけるのが一つの試練だったのよ。何そのハンター試験みたいな。念とか覚えられるんじゃないここ。なんだ超偉そう、マッケンロー。君は心理界、私はマッケンロー。よろしく頼むよ。もうモンスター退治はできないが、情報収集には地位と自信があってね。なるほど、なんか教えてくれんじゃないか。教えてくれよ。うん、テクスターを倒したいのだね。知ってるよ。モブ討伐数が2体以上かつクランポイントが700以上あれば次のクランランクになれそうだよ。なるほど。お前後ろ落ちないか、大丈夫か。追いかけられてる。かわいすぎるだろう。そしたらまあここはね、これだけですかね。なんだっけ、なんとかじいさん、ダランじいさんでしたっけ。あそこんとこ行こうか。さっきね、町の人がダウンタウンから行けるよって言ってて、ダウンタウン、ここにありますね。ダウンタウンにいるらしいので、会いに行きましょうか。多分ここがみんなが住んでるという地下街。あ、でもそんなになんか悪いとこでもなさそうな気がする。まぁ、ちょっとね、暗いけどね。治安はどうなんだろう。何かが始まった、何かが始まった。逃げてったんだけど、あいつ追いかけるか。青、緑色の点が逃げてんな。待って待って、こっちじゃない。お、このじいさんマークは明らかにじいさんじゃないのか。民家固く閉ざされている。開かないの。しかもなんか民家いきなり入って階段？怪しい。ここじゃない。南の突き当たりから南門に出られるのよ。ダランジーの家もそっちの方にあるよ。あ、そうなんだ。南はわかる少女、北はわからないと。なんだ、南だけわかんのか、お前は。いや、ここはさ、バンの仲間がいっぱいいるからさ、もう歩いてるだけで釣られんのかと思ったら、結構なんかいいやつばっかだったわ。すまんな、勘違いしたわ。治安良かった。そこの大きな丸いのがある。ある、あるね。あそこから南門に出られると、ギーザ草原方面に行くのに便利なんだ。なるほど。明らかなじいさんマークがある。ここじゃない？ダラン家。ここは開くと。
おお、悪ガキ、久しぶりじゃの。かわいい。東門の帝国兵をとっちめる方法でも聞きに来よったか。なんだ、もう知ってるのか。伊達に物知りとは名乗っとらんよ。まあ、あいつらにはいつか仕返しするけどね。今日の用事はそうじゃない。おうほう、怖えなこいつ。王宮に忍び込む方法を知りたいんだ。すごい宝がいっぱいあるんだろ。ちょっと盗んでやろうと思ってさ。なんとまあ、えらく簡単に言いよるわ。王宮も宝も何もかも帝国に抑えられとるんだぞ。だからやるんだよ。ダルマスカのものを取り戻すんだ。ダルマスカのものをダルマスカに。お前にしてはご立派な決意だな。うん、そういえば古い噂があったの。王宮の宝物庫に通じる秘密の扉があって、魔力を秘めた石板で開くとか。それそれ、そういう話を聞きたかったんだよ。で、その石板ってどこにあるんだ。うん、わしが持っとるんかい。はて、どこにしまったかの。うさんくさい話ではあるが、その石板、クレセントストーン。魔力を失っとる太陽石で魔力を取り戻さんと役に立たん。太陽石があるのは確か。ああ、それでギーザか。あそこ通っていくわけね。オッケーオッケーオッケー、さっきつながったな。なるほど。で、魔物が出ると行ってきましょうか。うん、ここを右に行って外に出ればいいんだったよな。じゃあ早速行きますか。セーブ特にないのかな。まあオートセーブだからその分は安心かもしれないですね、その面は。あ、なんかギミックが面白い。茶色いこのセーブクリスタル大丈夫か。大丈夫か。ゲートクリスタル、これすごいぞ。テレポで移動するか選択できる。なるほど、茶色いのは多分ワープできるんだ。はあ。あ、テレポするにはテレポストーンが消費アイテムとして必要なんだ。さっきもらったね、そういえばね、テレポストーン。なんかちょっともったいない気もするけど。あー、チョコボいる、チョコボいるし、お前かわいいな、なんだごめん。チョコボやガーディ。ガーディ何、めっちゃかわいい。こんにちは、クポーク。モグの後ろにいる黄色い鳥、知ってる、知ってる、知ってる、チョコボ。うん、チョコボには乗ることができる、クポ。足が速いから旅するときなんかとっても便利、クポ。高いんだよね、多分ね。500ギル。さすがに払えない。いや、中盤から乗っていくことにしましょうか。いや、マジ今作さ、モーグリ超かわいい。何これ、え、超欲しいんだけど。ペットとしてぬいぐるみとか。いやー、いいなー、かわいい、超かわいい。そしてなんか地図があるってさっき言ってた気がするんだけど。あ、いた、地図屋。あ、地図屋さん、モーグリなんだ、かわいい。地図買う、クポ、買う買う。え、550、高っ。すげえ高い。どうしようかな。西はまだ早いってことか。東ダルマスカってさ、さっき持ってなかったっけ。一応ギーザは買っとくか。ギーザ手に入れた。ロケマップで地図全体。あー、なるほど、こうやって見れるってこと。これでいいのか。え、じゃあ東持ってないんだったらさ、まあ東も買っとくか。50だったらまだギリ出せる。すぐには使う予定はないけど、まあ、持ってないんだったら買っとくよね。ちょっとお金が結構厳しいな。ちょっと頑張って盗むか。頑張って盗んで、盗んだものを売るみたいな。それ必要だな。じゃあこれでやっと草原に行けるんじゃないですかね。さあ、来た。ギーザ草原ということで、また広そう。そして光ってる。ああ、早速トレジャー。
問題はこいつらが強いかどうかなんだよな。結構いるっぽいな。あいつ強そうだな。一発盗んでみるか。ハイエナミス。ちょ、怖えな。もう一回くらい盗んで、ダメなら戦うか。ミス。レベルが違うのか。あ、でもそんなに強くはないか。そこそこ盗める気はする。目的地はそのまま南か。目指してみる。こいつとなんかちょっと可愛いけど、何がゲットできるか。ギーザラビット。ちょっ、あ、結構盗む失敗するな。ステータスが足りないのかな。あいつ逃げる。ダメだ。あ、汚れたウールまあいいか。いいね、2ヒット。ハイエナも来るかな。リンクが怖いからこまめに倒した方がいいのかもしれない。 OK、 盗めて戦うと2倍速でいいな。よし、いいね。ガード、ガードナイトだからガードしてんじゃない。南南南、ここか。あれ、合ってる、合ってるっぽいね。南行きましょう。さあ、ここで遊牧民。あ、なんかすげえ、なんかあいつらはなんだ、ニワトリか。ニワトリめっちゃ喋れる。ニコニコしすぎえ、入りたい入りたい。ちょっとニコニコしてるじゃんお前ら。え、コカトリス大丈夫か。俺石化するんじゃないか。お腹が空いてるようだ。どう見てもさ、こいつら食用だよね。あ、飼い主さんがいるじゃないですか。ここのコッカトリスはとてもおとなしいの。丸くてふわふわですごく可愛いでしょ。お前らそれ食べる気だろう。放っておいてほしいわ。すまん、そうだよな背中が痒い。書いてあげようか、この剣でなあ、セーブクリスタルある。そうそう、太陽石が欲しいんだよ。太陽石はギーザ草原でしか手に入らない貴重な石だ。悪いが、安易にそういうよそ者に渡せるもんじゃないよ。そうか。お、事情がある。太陽石を作るのはここの子供たちの仕事。黒水晶を回って、あ、光ってたね、さっきね、砂漠で。その光を隕石という石に吸収させるんだ。実はジンという子が草原に出たまま戻っていない。心配だね。なるほどね、ジンを見つけてこいっていうことですね。クエスト受けましたね。ジンのこと頼んだよということで。お、子供たちいっぱいいる。あー、パンネロ。なんでお前がいるんだよ。あれ、こっちのセリフだよ。どうせまた無茶するつもりでしょ。なんでもないって。本当？本当に無茶しないんだったら、私がついて行っても大丈夫だよね。は？遠慮しなくていいよ。ミゲロさんはパーティーの支度で王宮に行ったから。私、今日はもう仕事ないんだ。ほら、行こうよ行こうよやった、パンネロ仲間になった。すげえ嬉しい。やったよ。ほら、どうだ、いいだろう、パンネロ仲間になったぜ。うん、あのね、あ、草原の南、なるほど、南に行ってこいということですね、ジンを探しに。ああ、一応ブロードソードとか持ってるのか。ただね、今ライセンスポイントね、多分足りないんだよね。ブロード装備するにはバン、ライセンスポイント、足りる。あ、ブロード取っとく。ちょっとナイトでブロード取って、で、このブロードをなんとか買おう。いや、超高い。390。まあ、しょうがないよね。虎鉄とか、超強そうな刀売ってるけど、まあ、なけなしのお金で、買ってしまうか。これで随分強くなるんじゃないか。14。あれ？ 14。だが、強くなってないじゃん俺のなけなしの390で買ったブロードソード。もともと持ってたダガーと攻撃力変わらない。ちゃんと確認して買えばよかった。騙されたし。
そしてパンネロじゃないですか、パンネロ。そうだよね、選ぶんだよね。どうしようかな、どうしようかなと言いつつね、もうほとんど決まってるんですけどね。いやほら、FF のさ、偉い人がさ、言ってたじゃないですか。回復はさ、可愛い女の子にしてもらいたいって。いや、俺が言ったんじゃないよ。あのさ、本当に、これ本当にさ、あの、FF のお偉いさん言ってたよね。誰だっけ？フィフティーンがさ、男ばっかりのパーティーでさ、なんか男に回復されて嬉しいのかみたいなことを昔 FF を作ってた人が言ってた気がする。で、なんで、いや、それは全力で同意なんですよ。ということでね、パンネロさんにはね、白魔導士になってもらおうかなと。いや、回復魔法はね、絶対いると思うんだよ。ということで、ケアルをしてほしい、パンネロさんに。さあ、これで多分、ケアルを覚えられるはず。お、もう持ってるね、ケアル。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。オルアケア、オルアケアどうしようかな。一応今、バンが持ってるから、特に取る必要ないか。どっちに進めていくのがいいのか。ボキャル？ボキャルって何？コギャルみたいな感じ？今時コギャルって言って通じる人いないか。ボキャル、ボケル。なんだ？どんな効果があんのこれ。ポイゾナはポイズン解除だよね。ボキャル。謎すぎる。あ、ケアルラ、あ、こっちいいじゃん。ケアルラレイズ欲しいね。ケアルだ。いいね、いいね、いいね。こっちはかなり進めていきたい。なんかすごそうな技覚えるけど。あー、でもこっちは装備系なんだ。装備欲しいからこっちも進めたい。わ、すげー迷う。どうなんだろう、なんかさ、目的のもののさ、この後半に向けて一直線で、例えばリボン装備に向けて一直線で進む方がいいのか、まあ、均等に周囲を上げていくのがいいのか迷うな。ホーリーロッドとか絶対いいよね。あ、MP カットもすげえ欲しい。迷うな、これは。一応ね、今 LP26 でボキャル覚えられるんですけど、ボキャルの効果がよくわかんないんで、次はこれかな、魔力強化を狙ってもうちょっと LP 貯めることにしましょうか。よし、じゃあね、ジーンを見つけていきましょうか。ジーンを見つけるのがハンターライセンスの何かみたいな。ちょっと、それハンターハンターですね。行きましょうか。お、パンネロ、ちょっと待って。まあ、ギーザ草原って野生のモンスターがいっぱいで危ないから、これを持ってきたの。なんだなんだ。おー、役に立つな、お前。さすがだわ。将来の嫁。パーティーメンバー同士でやり合うことができるの。そうだね。仲間に対してもバトルコマンドで自由に行動が選択できるってわけ。私は自分で考えて戦うけど、バンが命令してくれたらその通りに動くわ。覚えておいてね。じゃあ服を脱げ。仲間のバトルコマンドを選べるようになった。リーダー切り替えができるようになった。あ、なるほどね。あとね、もし私が勝手に戦うのが嫌だって思ったら、私のガンビットをオフにしてみて。そうしたら私は自分で考えて戦うのをやめて、バンが命令してくれるのを待つわ。従順。ガンビット。じゃあ行こうか。ちょっと待って、ガンビット。ねえ、バン、ジン君がいるのは確か集落の南って聞いたわ。じゃあここから回り込むように進めば OK ね。OKOKOK。それは分かった。ガンビットだ。これか、ガンビット。オンオフができて、パンネロ、自動で戦ってもらう。てか、バンもこれ自動で戦っちゃう？ガンビットしたら。どうなんだ。あ、戦うんだ。ちょっと待って、盗みたい。ガンビットオンにしてても、一応、こっちがコマンド選択すれば、あ、できるんだ。あ、いいじゃん、オートアタックみたいな感じか。悪くない。しかも、パンネル意外と強いんじゃねえか。なんか絶対強いじゃん、あいつら。超人がいるんだけど。すげえ怖え。避けた方がいいかな。こっちから回り込もう。ただ、あー、ちょっと、超人来てるな。どうしよう。あれ、戦ってみる？ちょっと逃げろ。すげえ怖え。あ、行くか、じゃあ。オールベア、プロテス。いや、絶対ダメだ、これ。プロテスかかってるし、逃げよう。そして俺らが向かうべきは、エルサンをしとけばいいのか。これマップ表示しながら動けるんで、だいぶ、行きやすいですね。あれ、パンネロ白木を使えない？ちょっと待って、なんで？冒険のヒント、魔法や技を使おう。ショップで売っていますが、購入しただけでは使用することができません。なるほど。俺は、ケアルを買っていないから使えないってことか。
やってしまったな。そしてさ、なんかさ、戦闘がさ、パンネルの方がさ、どう考えても強いんだけど、なんでこれはダガーが強いってこと？完全にブロードソードを買った俺の判断ミスってことなのか、もしかしてこれは。やってしまったかな。まあ、せっかく買ったから使ってるわけだけど。よし、ここが、ジン君がいるところかな。いたね。うん、俺がジンだけど、マシュアが集落に帰るようにって。まあいったな、もう大丈夫かな。ダメだ、痛くて走れそうにないや。そうなの。あ、転んじゃって、あと1個作れば終わりなんだけど、仕事途中で帰るのも悔しいし、事情話そうか。太陽石がね、そうなんで必要なんだよ。隕石、作り方は説明するから。太陽石は隕石と、黒水晶から作られるのは知ってるでしょう。まあな。隕石を手に入れた。黒水晶は草原にたくさんある。あ、これか。これ小さいの？でかいけど。日差しを浴びて強く光るものがあるんだ。光ってんね。光ってんね。4つある。草原に。一つの黒水晶で貯められるエネルギーは光を当ててみなきゃわからないんだ。で、画面右上のゲージがエネルギーの溜まった量。満タンになると隕石が太陽石に変わる。なるほど。やってこうか。そしたらこのびっくりマークですかね。隕石にエネルギーを貯めると。やっていきましょうか。これでいいのかな。黒水晶、隕石をかざす。たまるね。37%。なるほど。なんか戦ってる。なんだこいつら。こいつら味方ってこと？ちげえちげえ。なんか こっちに対してなんかやってくる。プロテスかけてくれた。味方ってこと？なにこいつ、超いいやつじゃん。超いいやつじゃん。戦えたりしないの？盗めたりしないの？ギザラビット、違う、盗めはしないのか。よし、2箇所目と。明らかに強そうな何かがいるわけだが、すげえ怖え。あれだな、初期マップと見せかけて強敵とかも紛れてるから油断ならねえ。なんとか回復アイテムあんま使いたくないんだけど。うわ、なんかあいつもいるし、超人。たまるだろこれで。そしたらあとはエスケープ連打で。よしよしよし、ジンのところまで戻ろう。自動で戻った。うん、大丈夫だね。兄ちゃんたち集落の人間じゃないのにやるじゃん。まあ子供ができるんだからな、それくらい。マッシュアかウェアウルフに近づいちゃダメってきつく言われてたんだ。でも度胸ダメージだってみんなでやるな。お前足は大丈夫か。お、いけそうだね。じゃあ戻ろうか。ダッシュで帰るからちゃんとついてきてね。マジか、こいつ走れんの？任せろ、追いかけてやるぜ。おっそ、おっそ。さあ、無事ね、戻ってきましたね。おー、報酬結構もらいましたね。太陽石はジンからもらったんだね。うん、じゃあこれでなんとね、王宮に忍び込めるっていうね。ねえバン。ん？
二人で遠出したのって結構久しぶりだったよね。楽しかったよ。何じゃあお店戻ってるね。本当はミゲロさんに留守番頼まれてたんだ。バン、お願いだから危ないことはやめてね。やだよ、怪我とかいなくなるとか。俺だって嫌だよ、うん、ならいいんだ。じゃあね。なんだこいつら。ごめんな。ごめんなって。まあ、孤児だからね。レックスもそうだよね。バンのお兄ちゃんも死んじゃったわけだし、なんかもう周りから人がいなくなっていくことは結構怖いんだろうけど、このバンのごめんなっていうのはどういう意味なんですかね。いやでもいいな、この二人なんかね。もうバンとパンネロお似合いだわ。ということで、まあね、ダランジーさんとこまで戻ってきたんで、今回はね、ここまでにしましょうか。皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。次回はね、忍び込んで悪いことをしていこうかなと思います。では皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。